芸人やってて、うん、例えば MC やってて、うん、その他の人にさあどうでしたかみたいなやつとか、うん、あとちょっとあれやってよみたいなので振った時に、はいはい、俺自分が振ったら、うん、もう絶対その人は受けさせなきゃ、うん、笑いで終わらせなきゃって思うんだけど、うんうん、いいことだね。それを強く感じたきっかけの話なんですけど、お、うんうん、お笑い関係ないんだけど、うん、大学生の時に、うん、コミュニケーション学みたいな授業を受けてて、ね、300人ぐらい受けてる、うん、でっかい会場で、うんうん、あるある。で一番最初の授業でアイスブレイクしましょう、はいはい、でコミュニケーション学なので、まあ、なんかコミュニケーションに関すること、うん、隣の人とペア組んでください、はい、でジェスチャーだけで、はい、好きな食べ物を伝えてくださいって言われたの、はい、で皆さん用意スタートって言われて、うん、で俺はうわ好きな食べ物、まあ、じゃあリンゴでいいかと思って、うん、まあ、リンゴこう伝えるってのでこうやって、うん、で伝えてる中でリンゴって分かる、弁当とかに入れるときこう、うん、うさぎ型にたりするのかな、うんうんうん、だから、まあ、なんかもうどうしようもなくこ う, うさぎとかもやったりしてたの、あ、うん、で終了ってなって、うん、でさあ皆さんどうでしたかって言ってて先生が、で先生がちょっと君さって俺刺されて、うん、なんかこんなんやってたけどえあれ何って言われたの、うん、300人の前で、で立ってリンゴってこう弁当入れる時にウサギの形に切るのでウサギをやったんですよって言ったら、その先生が、うん、はい、うわーこいつマジで許さねえぞうわマジで許さない、こいつ自分から振っといてさ、何その反応って、やばい、ひどすぎる。だから俺も絶対平場ではもう絶対滑らせないからそれ強く、みんな安心してる、みんな安心は絶対滑らせない絶対滑らせないから絶対滑らせないよ